日日町にあった日本の城歴史的には、日野城というが、日野町には、中世に、ガモ氏が築いた音ト城を特区別する必要もあり、日野の地域名をとって、中野城とも呼ばれる。江戸時代は、日野城跡の一部に、人志政治藩市橋氏が、人志政治陣屋を構えた。ガモ貞秀が、天文2年から3年ほどかけて、日野の地に、 本格的に築城した。ガモウ氏は、ガモウカの第二、織田信長の進化となり、天正十年、本能寺の変が起こった時には、カタとその子、ガモウウとは、織田信長の最小一族をこの城に迎え入れた。天正十二年氏里とは、伊勢国松ヶ島十二万国に違法し、その後、田中義政 長塚正江と城代が入り、慶長五年赤外原の戦い以降廃城となった。元和六年、市橋長政が、中野城跡の一部に陣屋を構え、人志政治藩の陣屋として、明治維新まで続いた。遺構は、日野川ダムの建設時に大部分が破壊されたが、両京神社と稲荷神社の周辺に一部石垣や堀が残っている。遺構の残る、主格部の近くには、 ガモウジサとコウブユの井戸がある。また、ヒト政治ージの建造物は、明治時代に、西王子小学校校舎として使用された後、大正7年に、京都、小国寺の脱中、林校院に移築され、法上、栗として現存している。ありがとうございます。